皆さんこんにちは、みのりんです。本日はですね、じゃじゃーん、ディズニーランドに来ています。超久しぶり。もう今日思いっきり楽しもうと思っているんですけど、やっぱりね、久しぶりに来たということなので、お買い物をしていきたいと思います。多分欲しいものたくさんあると思うので、10分間だけ好きなものを好き放題買っていきたいと思います。もういくらになるかわからないし、まあ、次いつ来れるかがわからないので、思う存分買っちゃいたいと思っています。ちなみにね、工場長でーす。工場長来てます。ありがとう、みのりのおかげで来れました。あの2枚撮ってたので工場長と一緒に来ました。というわけで買い放題していきたいと思います。でも当然ね、走ったり他の人にね迷惑かけないように安全に気をつけながら、あとソーシャルディスタンスね、間隔を空けながら安全にお買い物していきたいと思います。では早速行っていきましょう。じゃじゃん、はい、ということでお家に戻ってきました。めっちゃ買っちゃった。思う存分お買い物しました。で、冒頭で10分間お買い物し放題って言ってたんですけど、いや10分どころじゃなかったです。と言いますのも、今までのディズニーランドって、はい、こんな感じでして、お部屋と出入り口がいくつもあって、いろんなところに行ってお買い物することができるようになっていたんですけど、今はね、コロナ対策ということでお部屋のね行き来をちょっと止めてしまっていたり、あと入り口と出口が決まっていて、もう必ずこのフローでお買い物するみたいな、お買い物するルートが変わっていたり、ここからここに行くことができないので、ここ内でお買い物したら次ここに行ってみたいな形で、とても良い工夫をされていたので、もうそうするとね、時間的に全部こう回るのができなかったので、もう10分っていう概念を捨てちゃいました。ということで、買い放題、ただの買い放題企画ということで、めちゃくちゃ買いまして、もう超満足。それではね、何を購入したか一緒に見ていきましょう。どれから行こう。じゃあ一つ目、一番大きいのはこちらです。じゃじゃん、広げますとこんな感じで、まあトートバッグみたいな感じでもあるんですけど、後ろのここいろんな持ち方をすることができるビニール素材のバッグです。あ、ちなみに中超かわいい。まあ今私ね、ホットヨガにすごくハマっていまして、さらに最近プールに行くことがすごく多くて、いつものメンバーの撮影でねプールに行くことがすごく増えましたので、なんかちょっと濡れたものを入れることができるようなトラベルバッグといいますか、ちょっとベッドね欲しかったので、そのために使おうかなと思っています。ディズニーに行くときにこれを使うとすごくすごく便利だと思います。てかね、ポッケがたくさんある、すごい。まずはここの表面のこちらにも当然ポッケがありますし、横にね2つポッケがあって、水とかねペットボトル全然入れられる大きさで、中にこちらジッパー付きのポケットがあったりとか、あと最後ここ背中のここのところとかも何か入れることができるので、とにかく使いやすい。超柔らかい素材なので、こうね折って折って折ってちっちゃくすることもできますし、ということでこちらを購入しまして、あとはね多分細かいものがとても多いので、ちょっとアップでお見せします。はい、では続きまして、じゃじゃん、こちらの歯ブラシ立てです。可愛くない？おしっかりしてますね。まあこの歯ブラシ自体は子供用の歯ブラシではあるんですけども、この歯ブラシ立て、これが可愛すぎて、確か4種類あったんですけど、私はチェシャ猫にしました。で、このねくるんとね尻尾でこう巻いてるような感じがね可愛すぎだったので、この子にしました。はい、でめちゃくちゃいっぱいあるので、どん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 いっちゃいましょう。続きましてはタオルです。いや、毎回ね私ディズニー行くときタオル買っています。やっぱタオルって消耗品ですし、なんかタオル使うたびに、ああの日行ったなって思い出すのが好きなんですよ。なのでバスタオルをいくつか購入したので、こちらがまず一つ。これ可愛くない？ここのねフリルがミッキーなんです。で、こちらの前からあるフードデザインピンクのやつを購入しまして、はい、またまたバスタオル、超可愛い。開けちゃおう。やば、可愛い。で、
でさっきも言ったように最近ねみんなとの撮影でプールに行くことが多くて、その時にねやっぱりタオルってすごく重要で、持って行きやすいタオルも欲しかったので、このタオルはね薄い感じのバスタオルなのでそんなに場所取らないんですよ。これ結構しっかりしている生地なので結構ふわふわってポフポフって感じなんですけど、これはね薄い感じです。毎回毎回大荷物持っていくのも大変なので薄い感じのタオル、しかもね可愛いからちょっとこう横でねこれを羽織って待っているだけでもすっごく可愛いので、これはテンション上がります。続きましてはじゃん、ベイマックス。うちにベイマックスが来てからベイマックスのもの集めるのがね趣味になりまして、これをね1秒で購入しました。可愛い。おお、ペットボトル入れられるよってことですね。これはねタオル型のポーチですね。でね、ここがすごい針金が入っている感じでしっかりしています。形が崩れません。で、私がこれを購入した理由っていうのはですね、はい、こちらのヘアアイロンを入れる袋を探していたんです。このヘアアイロンはですね、充電式なので、充電しておけばコードレスでどこでも使うことができるので、雨の日にね、前髪が崩れちゃった時にちょっとセットし直したいとか、ちょっと待って、これディズニーの購入品紹介なんですけど、これ全然ディズニー関係ない商品です。撮影の時にパパッと前髪直さなきゃって言った時に、まあすごく便利だなっていうことなので購入しまして、でもこれをこのまま入れてても怖いじゃないですか。もうこれ入れるのぴったり、ほら完璧、あ素晴らしい。こうやって持ち運ぶとすごく安全なのでこれを購入しました。続きましてこちらはハンドジェルです。まあこれはね普通に必要。これのね、かわいいことかわいいこと、これアリエルでしょ、アラジン、アリス、そしてダンボ。見て見て、これ前から見るとこんな感じなんですけど、後ろから見るとね花火、ほらこっちも花火、後ろまでかわいい、超いいじゃん。まだまだあります。続きましては菜箸、そしてお箸3つです。私が今持っているお箸、1年前、2年前、ちょい前に買ったディズニーのお箸全部ね今ちょっと剥げてきていまして、替え時だなと思っていたところだったのでお箸すごく探していたんです。またまたベイマックス、もうベイマックスのものはねあったら買っちゃいます。あとこちらはねちょっと和風ですよね、リトルグリーンメンエイリアンと、これはミニーちゃんのリボンですね。で確かもう一つお箸その後買ったのでどっかでまた出てくると思います。必需品、続けてキッチン用具、はい、よいしょ、じゃじゃん、もう丁寧に一つ一つ積んでくださるので、じゃん、まず一つ目こちらのボールに見えるんですけど、中見えるかな、ほらここに数値が書いてあってメジャーカップですね。もちろんボールとしても使えるんですけど、まあ、これを使ってパンケーキ作ったり、あとね私のキッチンにはタオルホルダーのスリンキーがいるので一緒に置いとくとね超可愛いと思ったのでこの子を選びました。じゃん、ダンボのタンブラー。実は私が愛用していたプーさんのタンブラーがあったんですけど、ちょっとねもう使えなくなってしまったので、その代わりに新しいタンブラーを探していたんです。こうやって冷たいままあったかいまま飲めるもの、使いやすいコップずっと欲しかったのでこちらを購入しまして、でこの3つはね全部お皿です。もう透けて見えてわかると思うんですけど、ベイマックス、1つ目2つ目そして最後、じゃじゃん、ジーニーのカレー皿。こちらの3つのお皿を購入しました。この子ね実は私去年買っているんです。買ってはいたんですけど欠けちゃったんです。ここのねところやっぱりねもう欠けちゃってすごく悲しい思いをして、でも欠けたまま使うのも良くないなと思っていたので、もうずっとね新しいの欲しいと思っていたので次ディズニー行ったら絶対買うって決めてたんです。で毎回毎回ね一つのお皿に頼っていたので今回いろいろと他にもお皿を買っちゃいました。ちょっと重ねづらい形なんですけど、うん気をつけます。これはやっぱベッド置いてた方がいいかな。そしてこちらマグカップ、これ前もねちょっと迷っていたんですよ。でもやっぱりせっかくということと、もう次いつ来れるかわからないということで、アラジンのマグカップ買っちゃいました。大きいんで使いやすい、持ち手もしっかりしているし、ちょっとこう刺激を与えても大丈夫なぐらいしっかりしているので、さらにさらに電子レンジ、オーブン、食器洗い機 OK、 素敵、さすがさすが。中もねここの口のところがね星が書いてあって可愛いんです。ふう、もうねたくさん買ったよ。あ、あったあったあった、さっきお箸まだまだあるって言ってたんですけど、こちらですね、ベルの箸も購入しました。なんか今回お箸であんまりプリンセスのを見つけることができなくて、唯一見つけたプリンセスのお箸がこちらだったんです。キッチン系はこれで全部で、続きましてはお洋服、よいしょと、かわいい、一目見てこのディズニー感で、ダンボにピーターパンにシンデレラにアリスに
ピノキオ、後ろこんな感じ、グレーな感じで、これね結構素材が薄いんです。なので夏でもすごく着やすい。薄いんですけど黒なので透ける心配もないということで、もう女性にとっては嬉しいと思います。お洋服はこれだけです。他は結構持っているお洋服も多くて、今回新しくこちらを購入しました。これで最後です。こちらとこちら購入しました。最後はねちょっとしたおやつっていうか食べ物も欲しくて、この蜂蜜、もうこれはね一目見て絶対買おうって決めていました。プーさんの蜂蜜可愛すぎない？開ける、じゃん、プーさん型の蜂蜜、もうこれは可愛い。そしてこちらなんですけども、こちらねなんとただのチョコレートに見えるんですけど、ここをこう開くとほら本みたいな感じですごく可愛いんです。ちょっとした情報が書いてあって、ここに綺麗にチョコレートが入っています。これは他にもいっぱいありまして、種類が全部チョコレートの味が違ったんですけど、ラプンツェルのとかもありまして、全部揃えたら絶対可愛い、ものすごく素敵だったんですけど、まあね、あの結構お高めで750円です。750円でチョコ4つなのでちょっとお高め全部はちょっとね購入しなかったんですけど、これはねミルク味なので、個人的にミルクが一番好きなのでちょっとねお試しに購入してみました。うわもう超大満足です。というわけでこんなにたくさん購入しちゃいましたけども、結構必要なものが多くって、お皿とかお箸とかちょうど買い替えようと思っていたし、プール用のバッグとかタオルとか、もう本当に必需品を多く購入しました。確かこれ全部で3万円でした。今度シンには行くんですけど、ランドはねもう本当に今度いつ行けるかわからないし、というわけですごくすごく楽しんできましたが、もし行かれることがありましたら皆さん本当にマスクつけてお気をつけてお過ごしください。園内はすごくすごく綺麗ですし、ちゃんとみんな距離をとっていて、アルコール消毒もたくさんありまして、すごくすごく清潔なのでとても安心なんですけども、やっぱり一人一人ルールを守ってマナーを守って安全にお過ごしください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。